皆さん、こんにちは、こんばんは。私たち、ベイビーウーフーです。あっかです。とりです。まつりです。今日は、この3人で、箱庭の人狼をベイビーウーフーのカードを使ってやりたいと思います。箱庭の人狼ってなーに？神様がいて、神様は、誰が人狼か、誰が占い師か、とか役職を決めたり、占い、役職を決めたり、語ったりすることを決めたりなどできます。そしてその下に、さらにこの人たちを見る人たちがいます。観覧者がいます。いわゆる視聴者立場ですね。その人たちは、占い先を決めたり、誰に投票するか、今日追放する人は誰かっていうのを決めたり、誰を守るかっていうのを、決めることができるんですけど、それはリーダーと呼ばれる人がいます。お、そうなの？そうなんです。まあ多分だから、もし私がリーダーやったら次の人は鳥がやるみたいな、順番をね、やっていきます。はい、詳しいルールはご覧ください。はい、それでは今日はアッカが神をやりたいと思います。活動この二人怖いな。活動、はい、まずは発表していきます。役職発表、占い師、はい、サラサ、これはどっちかわからんね、まだ。チャコ、うわー、三期対決だよ。これはちょっとまだ言い分ですね。チャコは多分怪しいよ、ちょっと。霊媒師、はい、祭り、本物なんですね。そうなんですか。これが本物なんですね。主人公、お、いなかったね。いなかったね。本物やん。花ちゃん、花のちー、知らない、よかったね。一回転に行かって死んじゃうからやだね。それでは議論スタートしてください。すごい1でしたね。シンでしょ。じゃあシンですね、さすがに。じゃあ潜伏人狼かな。狂人、占いに狂人だと思います。うん、占いに人狼だと思う。占いに人狼だと思う。だってなんかこの盤面さ、グレーとりあえずつって霊媒に見てもらおうぜみたいになりそうじゃん。なりそう。まあまあさ、二人人狼行ったらさ、ね、連れちゃいそうだから。じゃあ占いに人狼出てそうな感じするけど、どうしよう。でもとりあえず今日はグレーか。グレー、いや、占い行きます？いや、グレー行こう。強くない？これ人狼連れたら。強い、めっちゃ強い。誰だと思います？ミキミキさんが今喋ってます、一生懸命。パッカ、誰人狼にするかだよね。ミキミキ？大丈夫、ミキミキ？あ、そう、にわかに疑われてます。って言っちゃう。いやーって言ってる。ちゃ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 。ちゃ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 って言ってる。ステップ踏んでますね。アンナは、アンナ人間って言ってる、ずっと。チャコかサラさんに人狼いるとしたら、仲間誰にしたかだよね。あー、アンナじゃない？アンナじゃない？だから、ね、私もアンナじゃない。さっきにしてるんじゃない？ありそう。チャコの出方怪しかったな。チャコは本物でもやるんだよな、やる、変な真似出るからさ、わかんない。なんかやっぱアンナつっちゃいそうだよ。なんでこれ仕組まれてる？仕組まれてるかも。アンナを釣るように誘導されてるかもしれない。じゃあ橋本先生かな。まあ、それか隠れてるもっちゃんなんで、こういう時。ああ、大体ね、静かなもっちゃん、隠れもっちゃん、初日いいこと言って静かなもっちゃん、ね、そうそう、わかるわ。うわー、むずい。全然任せるわ、もう初日なんてわかんないもんね、みんな喋んないんだもん。みんな見つめてくるだけよ。すごい見てきてる。では議論時間終了です。投票に移ります。投票した人のカードを指さしてください。むずいも何もないんだけど、むず。一緒にやるんですか？うん、はい、いきます。せーの、まつりちゃんが、まつちゃん、とりちゃんが、アンナということで、今日のリーダーとりちゃんなので、アンナが先行となります。どうな、アンナ人狼であれ。そして恐ろしい夜がやってきます。では、占い先を聞いていきます。まずサラさんの占い先、誰にしますか？ああ、橋本彩香さんを占います。サラさんが彩香ちゃん、はい。チャコの占い先教えてください。あやかさん占います。はい、チャコの占い先、あやかさん。いい作戦。護衛先教えてください。本日の
襲撃は失敗しました。やべー、はちちゃんいきました。そしてですね、サラサの占い結果、あやかちゃんですね、はいはい、狼。おお、うわー、地元やか。チャコの占い結果、あやかちゃん人間です。わー、割れたよ。そしてアンナ、はいはい、狼です。あー、これはリーダーの、どうぞリーダー、やりました、リーダー。これはやります橋本先生、うん、すいません。だってこれさ、橋本先生っつって、はい、あのこれもうサラサが本物だったら終わるわけですからね。そうですね。で終わんなかったら、あ、サラサの橋本ちゃんってなって、そう、次の日サラサ釣ればいいだけじゃん。でそしたら、まあ、マックス強人か人狼が釣れて、うん、ラス1を、うん、チャコさんに、え、めっちゃこれ勝ちしてしまう。サラサが偽物だった時ね、あやかちゃんが人間の時に、あやかちゃんに狼出すかな、そう、狼一時連れ、狼連れちゃって、うーん、偽物で髪抜きたくて、うん、パンダ作るって、サラサあんまりぽー、そう、なんか狼出しが本物っぽくない、うん、人狼に見えないっていう感じ。でも待って待って、巨人ならやるかも。サラサ死の時さ、うん、あんなあやか、あんなあやかの人狼、どういう、あーってこと、そう、あから始まるあから始まる、あんなあやかね、あーなるほど、あーそれかまあでも、あ、橋本さん人間も大いに勝ち捨ててあるから、すいません、なんですけど、サラサがうまい、これは、うん、うん、人間だったら、まあでも人間だったとしてもね、次の日サラサ絶対釣れるじゃん。あと一人がモーちゃんかムキムキさんか、そう、人狼がさ、そうだね、強人か、ここでね、なんか釣られに来てる感あるしね、そうそうと見せかけてんのかな、むずいな。それでは時間終了です、今日のリーダーまつりちゃんになるので、投票まつりちゃんの投票が、優先されます。それでは投票先いきます。せーの、ドン。すいません。では本日はあやこさんが転校となります。ごめんなさい、ダラリラダラリラと人狼に、あやこさんが転校して恐ろしい夜が出まいります。あ、すいません、おやすみなさい。あ、寝ちゃった。ありがとうございました。ごめんなさい、はじめさん、ありがとうございます。あー、まあ、三徳もっちゃん、さらさもっちゃん、はい、はい、チャコはもっちゃん、はい、ご縁先教えてください。おはようございます。おはようございます。本日の襲撃先は、さよならまつりちゃん、ありがとうございました。さらさのもっちゃんの占い結果は、はい、人間です。わ、そしてチャコのもっちゃんの占い結果は人間です。もっちゃん隠しろ、急にね、ふんぞり返った今もっちゃん。それでは議論スタートしてください。アンナが確実に人狼で、うん、あの橋本さんつっても終わんなかったってことは、サラサが破綻だね。で、人狼か狂人、だからとりあえず今日サラサつっとく、うん、狂人置きできる要素ないよ。まあでもはかなり狂人っぽいけどね、こうなることが見えてるから、人狼でやるのちょっと破滅的すぎるから狂人っぽいけど、まあ何 ?1,2,3,5,2 か、うん、まあでも明日3人6、あ、まあ何6人1,2,3,6人か、6人か、明日4人か、4人にして2人にするのちょっとあんまよく嫌だから、うん、4人にして1人決める、まあ、ピッピッとかないけど、もっちゃんとほのちゃんが隠しろ、隠しろ、あ、ピッピとかないならさ、ないの、私と、そうそう、あ、サラサが強靭置きできるなら、ミキミキとトリちゃんつ2名は使ったら人狼絶対釣れるけどね。できたらね、強靭、絶対強靭、うん、だって明日トリちゃんかミキミキの何もない二択を考えるか、うん、明日サラサが人狼か標準かを考えるかっていうことだから結局、うんうんうん、アンナと人狼にするのは、うん、鳥かミキミキかって言ったらミキミキさんよ。あー、アンナミキミキ人狼のサラサ標準、サラサ標準ある、あ、鳥よりはある
あんなサラサラ、あんなサラサラ人狼とかにしそうだけど、あるね、下巨人とかってなるもんね。え、でもあり得る、ミキミキさん、あー分かんないかもしれない。では、ヒロン時間終了です。アグレッシブな人狼占い師。では、本日アビさん、サラサはやりすぎ、やりすぎ、サラサやるよ、でも多分。それでは、よろしいですか。わー、ちょっと待って。それでは、投票したいカードを直接指さしてください。 いきます、せーの、ドン。本日、ミキミキさんが転校となります。本日、夜はやってきます。おやすみなさーい。どうしこうか、呼ばれたやっぱ。本日の襲撃先はチャコです。そうだな、ありがとうございます。ありがとう、チャコ。そしてサラサの占い結果だけですね。はいはい。サラサの鳥の占い結果は、うん、白です。あー、はい、人間か。おはようございます。おはようございます。でも鳥ちゃんかサラサ選挙ってことになるよね。サラサガチのな、うん、サラサなんかな、なんか私をさ霊媒にしてるじゃん、うんうん、なんかした鳥もなんかにするんじゃない。どういうこと？ここにさ、ね、実際私たちがいるから、私にわざわざ霊媒振ってるから、うんうんうん、じゃあ鳥ちゃんもいるから、いる人に言ってるじゃん。役職をあげてる説ね。そうそうそう。どうなんですか、鳥さん。まだ選挙してるから。喋ってくださいよ。鳥さん選挙してます。鳥さん、人狼です。出なきゃダメですよ、選挙するの。一日目の投票教えてもらっていいですか。どうなんですか、鳥さん。一日目の投票ないとかやばい。いやでもサンサーがさあ人狼で、サンサーが人狼で。言わんよな、あれば。会うわけなくないって言ってる。先生、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 先うん、でもやっぱさ、サラサ人狼だとしたらさ、うん、危ないよね。で次の日に自分釣られるくない、めっちゃ危ないよ、危なすぎる。鳥だと思う。あなたでしょ、鳥か、鳥でしょ。アンナ釣られて困ってんでしょ。困ってんの、鳥さん。うわ、隠し色増えてるわーって。やだ、占いしてくるわ。鳥だと思うけどな。やばい、私リーダーだ、やだ。お任せよ。任せない、ほのちゃんとかさそか。では本日のリーダーはまつりちゃんです、それでは投票に移ってください。いきます、せーの。本日追放となるのは鳥ちゃんです。小さ、自分をね、笑って笑顔、自分の時の笑ってるさあ本日夜はやってきません、人間ですよ。ちゃんから発表してください。はい、人狼はアンナ、鳥。わー。と裏切り者がサラサラサラサ。サラサちゃん。占い師がチャコ。うん。霊媒師がまつりちゃん。うん。主人公はほのちゃんでしたー。うん、やー、嬉しい。多分ほのちゃんが鳥に決定票打ってるわ。なんか鳥ちゃん、もう信じられないんだよなって言ってた。いやこれ、あやかちゃんをね、隠し色にするかね、パンダにするかでめっちゃ悩んだのよね。そう、確かにそこ結構大事ですから。そう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 、なんかでもここに行ったらなんとなく鳥に占いが飛んできそうだなとも思っちゃって。そうなんだ。そう、うんうんうん、ちなみに鳥アンナっていう組み合わせが見たことがないからさ聞いたことないかもしれない、うん、この組み合わせ見たことないなって思って。買われてアンナと目合ったことない。あ、ほんと？多分ない。なるほど、うん、というわけで、うん、鳥祭りの勝利でした。面白かった方、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。